ダゴンの神殿を破壊するサムソン、サムソン HWV57 は、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが1741年に作曲し、1743年に初演されたオラトリオ、メサイアとほぼ同時期に作曲された、ヘンデルが作曲した最大のオラトリオ作品である。ジョン・ミルトンの劇誌、当時サムソンに基づき、ニューバラ・ハミルトンによって本案されたテキストに、 作曲された。1741年9月14日にメサイアを完成したヘンデルは、ほとんど休むことなく、サムソンを作曲し、10月29日に一旦、完成した。ハミルトンによる台本は、基本的に、当時サムソンの抜粋に基づくが、ミルトンの他のいくつかの詩も使われている。ヘンデルは11月から翌1742年9月まで、ダブリンへ、 演奏旅行に出かけた。ダブリンでは、メサイアが初演されたが、旅行の間、サムソンは放置された。ロンドンに戻った後に過失を行い、1743年2月18日にコベントガーデンで初演された。演奏会は盛況であり、このシーズン用に予約した6日間はすべて満席となった。ヘンデルはさらに6日間の追加公演を行った。 サムソンはシーズン中8回上演された。サムソンはヘンデルの生前常に変わらない人気を保っていた。サムソンはメサイアとほぼ同時期に作られ、その音楽には共通点もあるが、劇的オラトリオである。サムソンはメサイアのような宗教的オラトリオとは異なって、登場人物の個性をはっきり表すオペラ的な作曲がなされている。 ヘンデルはしばしば他人の音楽を自作に転用したが、この作品でも、ジョバンニ・レグレンツィ、ゲオルク・フィリップ・テレマン、ゲオルク・ムフファトラの音楽を拝借している。特にジョバンニ・ポルタが1720年に、ロンドンで初演した、オペラ、ヌミトーレからは、多数の借用が見られ、オラトリオの最後に出現する有名なアリア、輝かしい天使よも原型が、ヌミトーレに見られるという。 初演では、主役のサムソンを、ジョン・ビアード、デリラを、クライブ夫人、ミカを、シバ夫人、マノアを、ウィリアム・サベジ、ハラファを、ラインハート、イスラエル人とペリシテ人の女を、クリスティーナ・マリア・アボーリオとエドワーズ夫人、イスラエル人とペリシテ人の男及び使者を、トマス・ローンが演じた。アボーリオ以外の歌手はすべて、イギリス人だった。フランス風女曲と、メヌエットに次いで、 ペリシテ人たちがダゴンガミを称える祭りの賑やかな合唱が歌われる。サムソンは捕らえられ、両目をくり抜かれてガザで奴隷として鎖に繋がれている。友人のミカが現れ、憔悴したサムソンを見て、これがかつて死,死を引き裂いた英雄であろうかと嘆く。サムソンは自分の弱点をデリラに漏らしてしまったことを後悔し、盲目にされたことを悲しむ。 老いた父親のマノアも現れ、かつて誕生を望みそして祝った子が、今や悲しむべき状態になったと歌う。サムソンがダゴンを祀る、ペリシテ人の手に引き渡されたことによって、イスラエルの神が侮辱されたと感じ、真の神の怒りによって復讐が遂げられることを願う。サムソンは、自らの死によって、苦しみを止めることを望む。イスラエル人の合唱は、天上の栄光を称える。 マノアはサムソンに絶望せずに神を信じるように説く。ミカは神がサムソンに目をかけるように祈る。デリラが現れ、サムソンを騙したことを食い、自分はサムソンを今も愛しているので夫婦のよりを戻そうと言う。デリラとペリシテ人の女は愛について歌うが、サムソンは聞く耳を持たずデリラを拒絶する。かねて、サムソンの怪力について聞いていた、ペリシテ人のハラハがやってくるが、 盲人と戦うのは古剣に関わるという。サムソンはハラファを臆病者と侮辱する。ハラファがダゴン神を呼んだことから、ミカはダゴンとエホバのどちらが真の神であるかがこれで明らかになるという。エホバに祈るイスラエル人とダゴンに祈るペリシテ人の合唱が続く。ハラファが再びやってきて、サムソンがその怪力をダゴンの祭りで示すように依頼する。 サムソンは、異教の祭りに参加することは許されていないとして、断るが、無理やりにでも連れて行くと言われ、サムソンは、イスラエルの民に、自分は間違ったことはしないと言い、一人で祭りへ赴く。ベリシテ人たちは、ダゴン神が、敵のサムソンを引き渡してくれたことを祝う。マノアは、なんとか、サムソンを解放できないかと考えるが、突然激しい音楽が聞こえ、 ペリシテ人たちが助けを求めて叫ぶ。死者がミカとマノアに事情を告げる。サムソンはペリシテ人が多数集まった建物をその帰り機で引き倒し自分ごとペリシテ人たちを潰したのだった。ミカはサムソンを哀悼し、人々は遺体を探し出して埋葬する。マノアはサムソンは英雄として生き、英雄として死んだと言い、人々に嘆くのをやめさせる。ミカは人々に エホバを称えることを促す。トランペットソロ付きのイスラエル人の女のアリアと合唱によって幕を閉じる。ありがとうございます。